お疲れ様です。キャンプ14日目の練習が終わりましたけども、キャンプ生活はどうでしょうか。そうですね、まあ、こっちはあったかくて、まあ、非常にいい環境でサッカーやらせてもらっているので、まあ、徐々にコンディションを上げて、まあ、練習試合とかにもしっかり準備していけたらなと思います。やはりあのプロ生活初のキャンプっていうのは今までのそう合宿生活とは違ったものがありますか。まあ、そうですね、まあ、ユースとかと違って許容度が高いですし、まあ、しっかり練習以外の時間を有効に使っていい準備できたらなと思います。あの今年はあの新人研修がオンラインということで、夜もやってますけども、講義の方はどうでしょうか。まあ、大変ですけど、まあ、新人1年目って、まあ、大切なことだと思うので、まあ、しっかり学んで、まあ、今後のサッカー人生っていうかいいプロサッカー選手になれるように、まあ、しっかり学んでいきたいと思います。ではあの残りキャンプも1週間となりました。意気込みを一言お願いします。まずは怪我をしないってことを第一優先として、まあ、練習試合とかでしっかり結果を残せていきたいと思います。はい、ありがとうございます。